で池自体があの7尺で底取れるから、うん、だから池自体が2メーターほどやな、うんうん、ほんで長い竿で言うたらその囲いの一番キワキワまで沖出すとかな、うん、あの試合やったら手前で釣るのか沖出すのか真ん中で釣るのかも分かれてくるから、うん、試合始まるときに隣に何出しよんやろうみたいなな、うん、何しよんやろうみたいな、うん、例えば僕みたいにうどんで勝負しよう思てるときに、うん、両サイドで長い竿で団子で宙されたら、うん、魚全部浮かされるやん、うん、だから絶対にそこへつけるよりか浮かす方が楽やヘラは、性格的に、ああほんならあかんとかな、ほんなら同じ浮きの位置に並べんの違って、うん、うどんやけど短い竿でもそこギリギリのやつで、うん、沖で中にバー作りようんやったら、うん、一番手前でそこでバー作ろうとか考えねば、うん、自分が得意な釣りがそれしかあらへんから、うん、もし僕が中が得意やったらな、うん、あお前らの餌やか俺のが絶対寄せられっからで勝負いけるやん、うん、だから上手な人はそれができんや、うん、横手で同じ配合で同じ餌で同じ釣り方してても、うん、その人が釣れへんのは何やったら指や指、うん、圧のかけ方が違う、うん、だから粒子の散らばり方がちゃうやん、ほんでその人の食わす餌のハリスの長さのとこ寄ってくるわけやから、うん、あんな消し込みよるもんな、うん、だから配合全く一緒、仕掛け全く一緒でも、うん、最後はこの3本の指が、うん、もうこのゴールドフィンガーや、うん、もうその人の指しか、うん、その餌作れへんから、うん、